それでは内部疑惑を考える市民研究会の、三田茂医師を迎えて12月4日を始めたいと思います。三田先生よろしくお願いします。よろしく。三田先生もう少し音大きくなりますか。はい、これ近づけば大きい。あ、はい、それで十分です。はいはいはい、はい、ちょっと待って、はい、音声が小さいか。ツイキャスの方、音が小さければ、音が小さいよってまた言っていただければ、書き込んでいただければ、反応しますので、よろしくお願いします。今回はですね、11月5日だったでしょうか、三田先生、発表されたのが。12日ね。あ、11月12日ですか。12日、はい、はい。はい。三田先生はですね、2019年からでしょうか、はい、岡山市、医師会、医学会で、東京からですね、被爆により避難移住した一医師の、見解ということで、診断治療されている患者さんの症例ですとか、その背景などについて、学会の方で、毎回10分程度ですかね。そう、1台10分っていうことですね。1台10分、はい。はい、を発表されてきています。内部被爆を考える市民研究会のホームページの方にも、三田先生がこれまで講演された、内容をですね、YouTube にアップされています。その YouTube の内容を全部一覧表にして載せてありますので、内部被爆を考える市民研究会のホームページ開いてもらって、見ていただければと思います。三田先生の、三田院の方のホームページの方にも、動画の URL が紹介されています。まず、簡単に、三田先生を紹介したいと思いますけれども、東京都の、小平市で、お父さん、三田先生、2代、三田院をやられていました。2011年3月以前から、原発事故が起きた場合に、どうしたらいいかということで、小平市の医師会に働きかけて、浜岡原発が爆発した場合、あっという間にですね、東京の方にも、プルームがやってくるということで、安定要素材の備蓄が必要であるというふうに働きかけて、安定要素材を小平市で備蓄させました。で、原発事故当時、3月12日以降、三田先生は、委員が終わった後、何時から何時までということで、自分の、見られていた患者さんに声をかけて、安定要素材を本当に配りまくったという経緯を持たれる方です。また、信州大学の医学部を卒業されておりまして、三田先生の恩師のお医者さんがですね、X 線を当てながら、胃がんの手術をするような、肺がんの手術でした。肺がん消化器ですけどね。消化器ですか。はい、消化器の、手術をされるような先生で、まあ、X 線というのは当てますと散乱 X 線という放射線が前に飛び散りますので、その先生はその散乱放射線を浴びながら手術をされていたということになります。40代で亡くなられたんですか。いや、50代ですけどね。50代でした。正確に言うと手術をしてたんじゃなくて診断学なんですよ。あ、診断学ですね。だから診断に、まあ、1人1時間ぐらいかけてね、はい、胃とか腸の写真を撮るっていうことをやってたんで、朝から晩までそういうことをやってたから、すごく被爆した人なんですね。で、三田先生がですね、2011年に私がお会いした時も、私はそういったところの、師匠の下で、勉強してるから、私も初期被爆、ごめんなさい、初期被爆をしていると思うので、子供たち、首都圏の子供たちの血液状態が悪くなったら、私自身の命が危ないので、私は、避難、移住しますということを最初から言われてます。で、後で、お話があるかと思いますが、2012年、11年から12年の、冬から、12年の春にかけては、子供たちの異形リンパ球が非常に多いのも、埼玉県の三郷市であるとか、東京都の葛飾であるとか、ホットスポット、あと千葉県の柏であるとか、ホットスポットが中心だったんですけれども、翌年の2012年の、
秋から2013年の春にかけては、それが埼玉県埼玉市であるとか、東京都の多摩地区であるとか、そういった地域まで、受け入れ先を持つ子どもたちが増えたということで、三田先生は、2014年に3月に三田院を閉院されて、2014年の4月に三田院を岡山県岡山市に開くと、避難移住されたということで、5月に三田先生がですね、取り組まれている新被爆者の能力減退症ということで、能力減退症についてお話をしていただきましたが、今回は、岡山市医学会、岡山市医師会医学会での第5報ということを中心に、話していただきたいと思います。プラス、能力減退症についての話。それで休憩を挟んだ後半に、三田医院に来られている方で、ワクチンの副反応、コロナワクチンの副反応で、困っていらっしゃる方の症例出しとか、その治療について話をしていこうと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあそれでは三田先生、よろしくお願いします。三田先生にホストをお渡しします。